れども、この2013年、総理はこの記者クラブで何年までに待機児童ゼロを目指すとおっしゃったか覚えておられますか。事務方に聞かなくて結構です。何年までに待機児童ゼロ、事務方に聞かないとわからないんですか。何年までに目指すと、ここでなぜ塩崎大臣なんですか。わからないんですか。わからないんですか。塩崎大臣、ここで塩崎大臣に答えさせたら、総理自分は何年までに待機児童ゼロを目指すのかわからないでおっしゃってたということを自白したことになります。そんなに興奮しないでください。委員会というのはですね、質問者が答弁者を指定するのではなくて、念のためにお伝えしておきますが、それは委員長としての職権で、正式に願います。それは指名をするわけで、ございます。今、総理の、過去の発言でございますので、正確にお答えをしなければなりませんから、事務方に確認するのは、これは、問題ないと、思いますよ。通告をせずにですね、すぐに答えられなかったからといって、正式に願います。答えられなかったからといって、まさに何か一歩を取ったように感じるのは、それとですね、この充実した審議とは程遠い審議と言わざるを得ないわけでありました。そんなことをやろうと思えばいくらだってできるわけなんですが、自民党はそんな質疑はしませんよ。